はい、おはようございます。ジェイクです。毎日ね、ここが一番雪が大変なところ。昨日もまたなんかブリザードで、今日もめっちゃ雪がかぶさっております。こっち見たらね、もうなんもないでしょ。で、向こうから吹いてくる風やったら全部ここに吹き溜まるんよね。よし、行ってみよう。こんぐらいでいいかな。止まった。突っ切れたらね、めっちゃ楽やけど、しゃあないのでバケットで掘っていきます。はい、とりあえず1回通過したんで、何回かに分けて掘っていきます。そしたらね、3回ぐらい行ったり来たりしてて、とりあえず通れるようにはなったんで、餌やりの機械が通りやすいようにちょっと広げていきます。ちょっとずつね、端っこを広げていく感じかな。よっしゃ、行ってみよう。俺もヒートアップして熱くなってきたから、キャブの中が曇ってきたな。よいしょ。はい、オッケー。はい、次はね、押したら今これ反対、さっきと反対向き向いてます。こっちから見たら右側にルースなスタッフがあるので、今度これをプッシュしていきます。よいしょ。壁やな。スノーブロワーがあったら遠くに飛ばしても一気に開通できるんやけど、うちはそれがないんで。でもここまでちょっとひどくなったらオイルの関係の人が多分やってくれるやろうな。ここはね、オイルロードって言って、あの、あ
そこにサッと変わるの分かるかな。ポンプジャックがいっぱいあるよね。でそのための道なんで彼らが整備してくれてます。はい、まあこんな感じかな。とりあえず今日は OK。 この辺はね押し切られへんくて最後に避けなあかんかったね。はい、まあこんな感じです。バイバイ。こんな感じっすわ。この目線がこう。ここが今クリーンにしようと思います。